那様、今日はいかがいたしましょう。かしこまりました。ではお薬を届けてまいります。へい、侍、あんた何か忘れてないかい？いいか、楽園には蛇がいるんだぜ。そのことを思い出しなよ。巡回終わりました。皆さん、いつもと変わりありませんでした。それとミレイですが、1階の廊下で会いました。それが両手に大きな瓶を抱えてたので、声をかけると危険だと思い、その場は諦めました。その後、少し経ってから厨房へ行ったのですが、失礼しますと声をかけて入ったら、ミレイが出てきてくれました。そこでやっと栄養剤を渡すことができました。
かけたのですが、申し訳ありません。あの子、すばしっこくて。運動、ダメなんです。ご報告は以上です。その前にお茶を入れします。旦那様、旦那様はハーブがお嫌いでしたよね。匂いがダメなのでしょうか。香りはその国の文化と聞いたことがあります。日本のハーブですか。実はハーブティーを入れてしまったのですが、多分飲めると思います。とても体にいいものです。どうぞお試しになってください。どうかしましたか。はい、スペアミントとレモンバーム、それに蜂蜜も少々加えました。ありがとうございます。喜んでいただけて嬉しいです。
ございます。朝食をお持ちしました。今旦那様に呼ばれてますので、代わりに私がお伺いしました。仲がよろしくなって本当に焼けちゃいますわ。心配？そうですね。ですね。ドクターはもうこの島から出ていく気はないのですね。いえ、お気になさらないでください。ご心配せずとも、ディアナはすぐに戻ってくると思います。今日は私の朝食で我慢してくださいね。